山本周五郎作、山目。一森安間は一度終わりまで読んでから、丈之助の指さしたところを改めて読み返した。俺の身に、万一のことがあったら、母上と親族との合議を尊重すること。また、 螺鈿の方の手文庫に遺書が入れてある。これはお前一人で読まなければならない。そして素直な気持ちで受けてもらいたい。こんなことを言うとお前は苦い顔をするだろう。去年からの憂鬱癖がまたぶり返したと思うかもしれないが、俺はごく落ち着いた平穏な気持ちでこれを書いている。 実際、俺の頭は近来になく透明だし、暗く塞がっていた胸も窓を開け放したように軽くサバサバしている。だからこそ、お前にこだわりなくこれが言えるのだ。このごろは晴れてさえいれば大瀬川へ魚釣りに行く。今日もこの手紙を書き終わったら出かけるつもりである。 つい先日のことだが、落合を釣りに行ったところが、すっぽんが釣れたにはびっくりした。あの、かぶと岩の淵のところだ。どうしようもないから糸を切って逃がしてやったけれど。ヤスマはそこで手紙を置いて丈之助を見た。別にそう心配するようなところはないじゃないか。万一のこととか、 遺言状のことが気になるのかそれもあるがむしろ文章の明るい調子なんだ丈之助は憂ふ深げに言ったこれまでの手紙とは別の人が書いたように文章が違うこれまではひどくジメジメしてうっとうしかったんだ死とか生きることの検体とか 運命の恐ろしさなどということを書いてきた。あの通り体の弱い人だし、仏教の書物を好んで読んだりするくらいだから、他人が見ればそれほど不思議はないかもしれない。しかし、俺にはわかるんだ。尋常の暗さではない。何かある。何か非常に悩んでいることがある。軸の間にそれが感じられるんだ。 結婚して生活が変わったからじゃないのか春樹さんはどっちかというと沈んだ人なのに、しずえさんは美貌なのと、横笛の名手ということで、かなり華やかな存在だったからな。それもあるかもしれない。兄には意志がないのに、周囲の情勢でやむなくした結婚だから。けれども、しずえという人は、兄にはふさわしい人柄なんだ。 俺は幼い頃から知っているが、華やかな噂とはおよそ反対に、つつましやかな、静かに落ち着いた性質だ。気質が似ているために、かえってうまく行かない場合もある。けれども、そんな単純なことではなさそうなんだ。もっと本質的なものがありそうなんだ。一度、 北沢のおじにでも問い合わせようと思っていたところへこの手紙なんだが、この明るく割り切れた調子は当たり前じゃない。正直に言うと、俺は寒くなるようなものを感じたんだ。ヤスマは目を伏せてちょっと口をつぐんだ。頼まれがいがあるかどうかわからないが、そういうことならできるだけ気をつけてみよう。 話というのはそれだけかついでに、この本を届けてくれないか。兄に頼まれていた手伝承が手に入ったんだ。邪魔だろうけれど、これを頼む。何か思い当たることがあったら、知らせてもらいたい。いいとも。じゃあ、これは預かっていくよ。森井康馬は、まもなく帰っていった。城之助は、 少しばかり肩の軽くなったような気持ちで、久しく使わなかった竹刀と稽古着を取り出し、一汗かくために行動館へ出かけていった。兄から来る頼りが暗い憂鬱な色を帯び始めたのは、去年の十二月頃からであった。これと言って取り留めたことはないのだが、全体の調子が陰気で、 倦体と絶望的な匂いが染みついていた。自分は体が弱いので小さい頃からしばしば死の恐怖に襲われた。絶えず死と睨み合って生きてきたと言っても誇張ではない。そんな風に書いてきたこともある。仏教などを除いたのは精神的な世界に 生きがいを見いだせるかと思ったからだ。文学や絵などをやったのも同じ意味だった。そして、あるところまでは興味も感動も持つことはできたのであるが、幼い自分からにらみ合ってきた死ほど強く自分を見さない。こんな意味の手紙もあった。物質的な生活力のないものには、 精神的な世界へも深く入ってゆけないのかもしれない。近頃はあんなに恐ろしかった死が、むしろ自分を引きつけることさえある。こういういくつうかの手紙は、城之助をひどく驚かした。兄とは二つしか歳が違わないし、おととしこの江戸屋敷へ来るまではずっと一緒に暮らしていたので、 兄がとかく病気がちであることも、陰気な暗いおとなしい性質であることも知っている。けれどもそんなふうに暗い考えや悩みを持っていようとは想像もしなかった。去年の十一月に、大田最初の娘、静江と結婚したいという知らせを受け取ったときは、ことによるとこれで健康にもなり、 明るくなるかもしれないと思ったくらいであるが、事実は全く反対になり、以上のような予想外の手紙となって現れたのである。特につい三日前に届いたものは、万一の場合とか、手文庫の中の遺書などという文字とともに、それまでとは違う妙にさえた明朗な筆致で彼をぎょっとさせた。 ただごとではないという感じがした。確かに何かあったに違いないという気がした。それで折りよく国元へ帰ることになった森井康馬に兄の身辺を注意してくれるようにと頼んだのであった。康馬に頼んだことでいくらか気が軽くなったし、書庫での仕事が一段落に近づいて忙しかったりするので、 日の立つにつれて心配も少しずつ薄れていった。仕事というのは半紙編纂のための文通整理で藤島中裁という老職の下に十二人の者が助手を務めている。中裁は定日に昌平坂学問所へ日光の教授に出なければならない。そのため丈之助は 取り締まり保役という役目を持たされ、人一倍に忙しい日を送っていたのである。兄からは、その後ぱったり頼りがなく、二月になって、安スの手紙が届いた。彼は丈之助の一番親しい友人として、兄とも以前から馴染みはあったのであるが、今度帰国しても、案外たやすく親しい行き来をするようになり、 もう幾度か一緒に魚釣りなどもした様子だった。俺の目には少しも変わったところは見えない。禅の書物などもあまり読まず、暇さえあるとカブト岩の上で釣り糸を垂れているという風だ。前よりは話もよくなさるし、笑うことさえある。暗い影などはほとんどなくなったと言ってもいいだろう。 家庭の様子も無風体のように平穏だ。母道などはいくらか越えられたように見える。無論これからも気をつけてはいるが、そこもとの想像するような不吉なことだけは起こる心配はないと思う。そちらは梅がもう落ちる頃だろう。こっちは阿武津山にはまだ雪が残っている。しかし大瀬川には、 雪毛の濁った水が増え出したから、間もなく春がやってくるだろうと楽しみにしている。では、一時的なものだったんだな。丈之助は手紙を巻きながら、ほっとしたようにこうつぶやいた。何か起こるとすればもう起こっているはずだし、どうかこれが本当であってくれればいい。 安からは10日に1度くらいの割で通信があった。兄とはたびたび魚釣りに行くらしいし、家へ食事を招かれることも多いらしい。だが、丈之助の案ずるようなことは何一つ発見できないという。もうすっかり忘れていいだろうとさえ書いてきた。俺も今度、何度役所へ勤めるようになった。 頼まれたことをなおざりにはしないが、これまでのように頻繁に往来するわけにもいかなくなる。もちろん変わったことがあれば知らせるけれど、何もなければ手紙もしばらく書かないから、そのつもりでいてくれるように。最後のものにはそう書いてあった。そのまま彼からも頼りが来なくなり、丈之助自身も自然と忘れていった。 こうして五月に入り、すべてが安穏に落ち着くかと見えたとき、突然、兄の死が伝えられたのである。それは、じめじめと、梅雨の降る日のことだった。書庫で仕事をしていると、藤島仲裁が来て、話したいことがあるから来てくれ。こう言って彼を連れ出し、 自分の役部屋へ行って座った。様子がいつもと違うので、何か仕事に誤りでもあったかと思った。しかし、仲裁の口から出た言葉は、全く意外なものであった。そこもとの兄は病気でもしていたのか。いかがでございましょうか。しばらく頼りがないので存じません。 もともとあまり丈夫な方ではございませんでしたが、この三日に亡くなられたそうだ。上之助はふっと体が浮くように感じた。ついで全身の血が抜けてゆくようなめまいに襲われ、両手を膝について懸命に身を支えた。詳しいことはわからないが、病気が急変して亡くなられたという。 仲裁は、そっと目を伏せてから続けた。自然、底本が家督を継ぐことになり、お許しも下ったそうで、もしできるなら、早く帰国させるようにということになったのだ。もちろんそうしたいだろうが。城之助は、神戸を垂れ、歯を食いしばっていた。わしとしてもすぐ返してやりたいのだが、 知っている通り生理がまだ少し残っている。もう一月もあれば一応片付くので、それまでいてもらいたいと思うのだが。もちろん、それまではおります。私も今、帰国するつもりはございません。情には忍びないがそうしてもらいたい。支配へはわしが行っておく。 国元へはそこもとから事情を書いてやるように。おそらく一日二日のうちには通知が来るだろうから。廊下へ出た丈之助は、広い芝生の上にけぶる小ぬか雨を放心したように眺めながら、柱に片手を持たせて長いこと立ちすくんでいた。 藩の公的な通信が指針より早いのは言うまでもない。しかし何か事情があったのだろう。城之助への頼りは、それから五日の後にようやく届いた。差出人は、北沢平五郎という叔父で、ごく簡単に兄の死を告げ、家督相続の許しのあったこと、一日も早く帰国するように、母が待ちかねていることなどが書いてあった。 仲裁から話のあった日に、丈之助は森井康まへ手紙を出して、兄がどのようにして死んだかを知らせてくれと頼んでやったが、叔父への返事にも、仲裁との約束でひとつきほど帰国の伸びることを伝え、なお兄の死の詳しいことが知りたい旨を書き添えてやった。城之助は落ち着かない日を いから聞いた刹那には大きな衝撃を受けたけれども時の経過するに従って現実感が薄れ誰かにだまされているようなまたはそれが事実であるためには何かが足りないようなもどかしいイライラした気持ちに襲われるのだった安まからは何の頼りもなかった北沢の叔父からは返事が来たが ただ病性が急に高まってというだけで、他に原因のありそうなことはいささかも書いてなかった。城之助はかなり厳しい調子で安まに督促状をやった。しかしそれに対しても返事はなかった。そしてやがて彼自身に帰国の日が来た。城下へ着いたのは七月初めの暑い日であった。 山国には珍しい何十年ぶりかの暑さだそうで、街中の川でも子供たちが水を跳ね散らして遊び戯れていた。長貨より一段高くなっている武家屋敷へ入る間もなく、用しの戻りらしい老木の左兵と出会った。わずか三年足らず見ないうちに、左兵はすっかり髪が灰色になり、腰も曲がりかけているようだった。 これはこれは、思いがけない。ようようお帰りでございましたか。老人は驚きと喜びに声を震わせた。毎日毎日、ご隠居様が歌にしてお待ちかねでござりましたぞ。さあ、早くお顔見せておあげなされませ。お前、体でも悪くしたのかあまりの老け方につい丈之助はこう聞いてみた。 佐兵はまぶしそうにこちらを見たがすぐに目をそらし頭をゆらゆらと横に振るだけであった三番町の家の門を入るとすぐ右側にある猿すべりが赤く咲き出していた洗剤の松も庭仕切りのまさきの生け垣も三年前と少しも変わらないようだ旦那様のお帰りでございます 左平のこう呼ぶのを聞きながら、玄関先へ近寄っていった彼は、黒々と冷たそうに光る広い式台を見て、はっとした。年代を経て磨き上げられた板敷きの面の誇り一つ止めないしんとした広さ。それはそのまま主人のいない家の虚しい嘆きを表しているように見えたからだ。 兄上城之助は目をつむって神戸を垂れた「城之助ただいま帰りました」。安まの書いてきたとおり母は少し肥えていたそのためだろう憂いの色も予想したほど深くはなくむしろ城之助の帰国の喜びに何もかも忘れる様子だった。 兄嫁はやつれていた。ちょっと見違えるほどのやつれ方であった。もともと細表で背丈もそれほど高くはなかったが、関節のきりっと引き締まった弾力のある肉付きで、いかにも逆しげに動く大きな瞳と波を打つようにやや尻の切り上がった口つきが評判の美貌をひときわ引き立てていた。それが今は、 まるで変わっている。しかも、娘から妻になったという変化ではなく、元の姿のまま、凋落したという感じなのだ。夫に死なれた昇進のためだろうか。もちろんそれもあるだろう。しかし、それだけではないという直感を、丈之助は受けた。風呂屋で汗を拭いて着替え、仏壇にこをあげて、今へ落ち着くと、 すぐ彼は母に向かって兄の臨終の様子を聞いた。母はスラスラと話した。兄は肝臓部に癌が,ができていたという。それを持病の胃腸の疾患だとばかり信じていた。医者もそう思っていたのであるが、4月末から急に病状が変わり、分かった時はすでに手の施しようがなく、5月3日の早朝に死んだということであった。 母上のお話にまさか嘘や隠しはないでしょうが、城之助は聞き終わってからしばらくしてこう言った。それはもうそのとおりでしょうけれど、私にはどうにも腑に落ちないことがあるんですよ。まあ、何をおっしゃるの。だってお前、今お母さんが。母はこう言って、ふと作ったように微笑した。 嫌ですねそんな。お母さんが何のために嘘を言うんですか一体どこが腑に落ちないとおっしゃるのいや、母上を疑うわけではないんです。それとは違うんですが、それはまた落ち着いてから申し上げます。そうなさい。疲れて神経が高ぶっているんですよ。今支度をさせますから、ちょっと横におなりなさるがいい。 晩には北沢のおじさまだけでもお呼びしなければなりませんからね。少しお酒でもあがりますか。一人前の扱いですね。城之助は気を変えたように笑ってみせた。それには及びません。このまま横になります。彼は何より先に螺鈿の手文庫を見たかった。けれども、 お前一人でという注意があるので人目につかぬおりをと思い支度のできた根間へ入った晩餐には北沢平五郎だけでなく米村六左衛門安部中也野口村右衛門野口久之進など親族のおだった人たちがほとんど顔を揃えた北沢と阿部と米村は父方であり 野口は里方のものもである。帰ったその世の招きにしては大げさすぎる。丈之助はこう思って用心していたが、果たして食事が済んで茶になると、思いもよらぬ話が出た。一番年長でもあり、近い身内でもある北沢平五郎が、親族を代表するような口ぶりで、家督を相続するについては、 亡き兄の嫁、静江を、丈之助の妻に直したい、と言い出したのである。この話は、実を言うと、春木殿の遺言なのだ。平五郎はこう言った。亡くなる四五日前、ごぼどとわしのいるところでそう言われた。静江を、丈之助の妻に直して、 平松の家を継ぐように、念を押してそう言われたのだ。そこで亡くなられた後、親族ご一同に集まっていただき、また、静江殿御尊ぷにも列座を願った上で合議したところ、いずれにも意義なく、この場合それが何より妥当な仕方であるということになったのだ。春樹殿は、 なおこれについてはそこもと絵も兼ねて通じてあると申されたから、おそらく承知のこととは思うが。いや、存じません。城之助はむしろ老媒して遮った。手紙はたびたびもらいましたが、婚姻のことなどは少しも書いてはございませんでした。ただ、こう言いかけて、 城之助はふと絶句した。最後に来た手紙に万一の場合は母と親族の合議を尊重するようにと書いてあったのを思い出したから平五郎は彼の言葉をそのまま聞き流しこの問題がすでに決定して動かすことができないものだということを証明するように続けた。母道をはじめ。 親族一等の意見もまとまったので、相続願いと同時に、右の面向きもお届け申し、すべて滞りなくお許しが下った。常の場合なら一応底この意思も確かめるべきであろうが、この度は平松の加盟という件が中心であるから、その点をよく了解して承諾されたいと思う。城之助は。 ややしばらく黙っていた。あまりに思いがけないことで、どう答えていいか自分でも検討がつかなかったのである。これでまず、我々の役目も済んだ。野口久之進がほっとしたように言った。あとは祝言の日取りだが、これは当人同士の意見もあることだろうし、そう急ぐにも及ばぬだろう。 とにかく、ジョの殿も幼馴染のことだし、これは帰って良縁と言うべきかもしれない。そして人々はさりげない座談に移った。客が帰った後、母は静江と三人で話したい様子だったが、ジ之助は疲れているからと断り、今間へ入って一人じっと座り込んだ。兄嫁を弟が妻に持つ。 あながち例のないことではない。むしろ常識的なくらい世間ではよく行われている。ことにこの場合は、兄の死が急であったこと、静えに子供ができていないこと、彼とも幼じみであることなどから、兄の遺言通り親族でそういう弁法を取ったのは当然かもしれなかった。また、家というものが、 比較的には人間よりも重要に考えられている時代のことで、一度そう決定したからには、丈之助にそれを拒む自由はないのである。しかし彼には、今それを受け入れることができない。彼は兄を尊敬し愛していた。彼と兄との関係は、他のどんな兄弟とも違う、密接な尊敬と愛とで結ばれていた。 あまりに近しく自家であった。その兄の妻は、丈之助にとってすでに肉親の姉である。人がその姉や妹に異性を感ずることができないように、城之助はもう彼女に異性を感ずることができない。彼女と結婚することは不自然であり、不倫でさえある。しかもそれは本能的なくらい、 激しく根強い感情であった。母もしずえも寝たらしい。城之助は暗闘から手職に火を移して、そっと兄の居間へ入っていった。机も書棚も兄のいた頃のままそっとしてある。床の間の軸だけは外されていたが、違い棚の上も手をつけた様子がなく、愛玩の李鳥の鉢や、 いつか安間に託して届けた筒入りの主電承と並んで二つの手文庫が置いてあった蒔絵の方は鍵で開けるが螺鈿の方は組み込み細工で側面と底の板を交互に動かして開ける仕掛けだった城之助は手職を底に置き手文庫を引き寄せて静かに仕掛けを動かしただがその中には 異書らしら蒔絵の方も開けてみた。それからまた螺鈿の方を丹念に調べた。けれども手紙で言ってきたようなものはついに見つからなかった。その手文庫は坊府が京都から買ってきたものである。開け方は坊府と兄と丈之助だけが知っている。 母でさえ手をつけたこともなかった。遺書は書かれずにしまったのだろうか。いや、決してそんなことはない。それなら後からそう書いてよこすはずだ。では、誰か抜き取ったのだろうか。そうかもしれない。だが遺書などを取ってどうするのだ。どんな必要があって。城之助は、 手職の消えるまでそこに思いあぐねていた。彼の方もそうだし、静江も彼を避ける様子だった。母も強いて二人を近づけようとはしなかった。帰って三日目に、流言寺で放栄をし、その後で家督相続の披露宴を設けた。それまでに来なければならないはずの森井康は、一度も姿を見せず、 披露宴には使いをやったのに断ってきた。何か訳があるな。江戸で出した手紙に返事の来なくなった時から何か理由があるとは思っていたが、帰国したのを知っていながら来ず、正体まで断るというのは普通のことではない。今度はもう怒る気持ちなどはなく、なるべく早く会ってその理由を確かめねばならぬと思った。 ヒロの縁をした翌日、藩主、生きの神、厚春から、召し出しの使者があった。途上すると、中老筆頭の出資をせよという沙汰だった。平松は、もともと筆頭中老の家柄で、野口家と七年交代にその職を務めてきた。兄が家督をした時は、野口村右衛門の罪人のうちで、 去年その任期が切れたのであるが、春樹は病弱のため交代を伸ばしていたものであった。城之助は江戸を経つ前、藤島中斎から内分の話として、藩譜編纂が始まったら、その曲に当たってもらうだろうということを聞いていた。若い彼には、筆頭中郎などという気物せいな役より、もちろんその方がやってみたい。 そこで、媒児しているそば用人の中山義太夫に向かって、自分には他に仰せつけられる役目があるように聞いていたが、それはお取りやめになったのかと尋ねた。すると、厚春が引き取って、他の役目があるはずとはどういうことか、直答でもうせ。こう言って不機嫌な目をした。厚春は、 わがままな完璧の強い人である。これはいけなかったと思ったが、口を切ってしまったので、仲裁からの話を申し述べた。さようなことは聞いておらぬ。厚春はいよいよ機嫌を悪くした。世の知らぬところで役目の授受が行われようとは思わなかった。義太夫、乱れておるぞ。城之助は、 面目を失って下場した。午後になって北沢平五郎と野口九之進がやってきた。もちろん午前の不守備の話である。厚春はあれから老職を呼び集め平松の価格を下げろとまで怒ったそうである。列座の人々の監視でそれだけはさ沙やみになったが筆頭中老は引き続き 野口村右衛門に仰せつけられ、丈之助は当分無役ということに決まったということであった。どうしてあんなバカなことを申し上げたのだ平五郎は何度も愚痴のように言った。他の時ならまだしも、役目の沙汰を受けてすぐそんなことを根性するなどとは、無資料にも程があるではないか。 藤島五郎職からその話が申し上げてあると思ったのです。お受けをしてしまえば、さんに回るわけにはいきませんから。次男でいる頃ならそういうことも許されるだろうが、平松の当主となれば、筆頭中老以外の役に就くわけには参らぬ。そのくらいのことは知らぬわけはあるまい。平五郎はしきりに汗を拭いた。 幸い老職方がとの絵お取りなしをしてくださるそうだから、しばらくは謹慎しているように。これからも一族の迷惑になるような軽々しい言動は慎んでもらわなければならぬ。城之助はすっかり腐ってしまった。用を差し置いて役目の授受をするという藩主の言いようも子供めいているし。 そんなことでうろうろ終戦する人たちもバカバカしく思える。若い人間を年寄りのするような名ばかりの役に据えるより、実際に生きた仕事をさせる方が藩のためにも得策ではないか。しかし彼が今どう生きまいてみたところで、飲酒と伝統で固まっている制度を覆すわけにはいかない。まあ当分おとなしくして、 時期の来るのを待つより仕方がないだろう。こう思ってなるべく早く忘れることにした。それからほんの数日後の,のあるよ。丈之助は庭へ涼みに出ていて偶然に静江と会った。さして広くはないが、松つの間に梅を排した防府自慢の林があり、芝生になった築山の周りは、 月やはぎやききょうなどが茂っている。築山の上にある腰掛けで城之助が涼んでいると静江が一人で来てそのす,すきの茂みのところにひっそりとかがんだ城之助は黙って見ていた朝の白地に何か小さく草花を染め出したカタビが茂っているすすきの葉隠れに宵闇をくまどって 幻のように見えた。城之助は立って静かにそっちへ近寄っていった。静江は驚いて立ち上がったが去ろうとはしなかった。何をしていたんです佐兵衛が虫を買ってまいりましたのでここへ話してやりました。こんなにうるさいほど泣いているのにね。鈴虫でございますわ。 しずえは手にしたらの虫かごをそっとまさぐっていた。城之助は彼女が何か話しかけるのを待っていることに気づいた。それで思い切ってこう問いかけた。あなたは親族の取り決めた話を知っていますね。はい。それで承知したんですね。しずえはちょっとためらった。 はい、そうすることが一番春樹様のおぼしめしに沿うと存じましたからあなた自身はどうなんですか?」。丈之助の調子が鋭かったのだろう静江はピクッと肩を震わせたそれからごく低い声でしかしはっきりとこう答えた「私にもそうしていただくのが 一番幸せでございますわ私がそれを信じると思いますかでも私、本当にあなたのやつれ方は普通ではない。私は人違いをしたくらいです。帰ってきて初めて見たとき、到底あなたとは思えなかった。今あなたのおっしゃった言葉は、それ以上に私を戸惑いさせる。 あなたはそんなにも変わってしまったんですかしずえの手で何かの折れるような音がした持っている手に力が入って虫かごがどうかしたらしい同時に彼女は顔を上げての之助を見た「もしも私がお気に召しませんでしたらどうぞ丈之助様のおよろしいようになすってくださいまし あなたは私にとって大事な人だ。城之助は苦痛を訴えるように言った。私のたった一人の兄嫁だったのだから。そして彼は家の方へ去って行った。城之助はヤスの家を訪ねた。 二度尋ねて二度とも不在であると断られた。三度目に行った時手紙を置いて、ぜひ会いたいからということづけをしたが、その翌日すぐ返事があって、ご用反対のためここしばらくは会えない、そういう意味だけごく簡単に書いておこした。もう当たり前の手段ではだめだと思い、浜野優作という友を尋ねて、 休を誘いだしてくれるように頼ん優作とはふだんあまりつきあいはないが、藩の学童で一緒に机を並べた友の一人である。俺が呼び出すなんておかしいじゃないか。喧嘩でもしたのかね。それがわからないんだ。ぜひ会って聞きたいことがあるんだが、避けてばかりいる。どうして避けるのか見当もつかないが。とにかく、 俺ではダメらしいんだ。じゃあ、ウオへでも誘そうかね。優作はこう言って笑った。ただし、感情はそっちでもつんだぜ。四五日して、優作から使いがあった。夕方の六時頃、魚人へ来いという知らせである。丈之助は時刻を計って出かけていった。魚人は、 花ばしをちょっと下がった菓子沿いにあり、川魚料理で直しられた料亭だった。雷雨でも来そうな空模様で、いつもなら夕風の立つ時分なのに、柳の葉も動かず、じっとしていても汗の出るほど蒸し暑かった。二階の人前へ通されるとすぐ、女中に二人の来ていることを確かめ、窓際で少し涼んでから、 優作を呼んでもらった。優作はもう赤い顔をして、うちわではたはた襟をあおぎながら入ってきた。まだ始めたばかりだから、もう少したっての方がいいだろう。酒でも飲んで待っていないか。こっちは構わないから、頼むよ。それから約半時ほど待ったろうか。優作が来て目配せをした。立ってゆくと、 廊下の端の部屋を指さし、俺は先に帰るよと言った。城之助は木霊を交わして、教えられた部屋へ入って行った。ヤスマは窓かまちに肘を持たせ、うちわを使いながら川の方を眺めていたが、入ってきた城之助に気づくと、あっと声を上げ、そのまま石のように体を固くした。 こんなふうに呼び出してすまない。城之助は少し離れたところへ座って安間の目を見た。だが、こうするより他に手段がなかったことは認めてくれるだろう。断っておくが、俺は何にも話せないぜ。四。いや、話さなくちゃいけない。 俺はどうしても聞くよ。城之助は相手の顔から目を離さずに言った。俺は兄嫁と結婚しなければならぬことになった。兄が母とおじとにそういう遺言したのだそうだ。江戸にいるとき、俺に兄が遺書を残してくれたと書いてきたことは知っているだろうもし母やおじにそういう遺言をしたのが事実なら、遺書にもそれが書いてあるに違いない。 俺は指定されはしかしその中には遺書はなかったのだ遺書がなかったって手紙にあったあの遺書がどうしてもなければならぬはずのものがない兄が書かなかったとすればその後にそう言ってくるわけだ確かに兄は入れたに違いないそれがないとすれば 誰かが取ったことになる。一体誰が何のために取ったのだ。いぶかしいのはそれだけではない。あれほど頼んでおいた底本は、兄の死の前後からばったり沈黙してしまった。いくら手紙をやっても返事をよこさない。こっちへ帰ってきてからも、俺を酒通しに避けている。ヤスマ、一体何があったんだ は目をつむった。口の中で「遺書が取られた」とつぶやき何か思い悩むふうにうつむいたり首を振ったりした「言ってくれヤスマ俺には兄の病死したということさえ信じられないんだ一体何事があったんだそこもとは何を見たんだどうして俺に話すことができないんだ」 休奈、ま、頼む。本当のことを言ってくれ。俺は、他言しないことを誓った。誰にも他言しないということを。何事についてだ。何を他言しないと言うんだ。そこもとの母道にも、親族の人たちにも誓った。決して他言しないと。それは、そこもとが衣装を見れば、 ももかもわかかわると思ったからだ。しかしその遺書が誰かの手で取られたとすると安間はそう言いかけてまた口ごもった「そうだやっぱり黙って押し通すわけにはいかないだろう俺にも俺で納得のいかないことがあるんだからまず兄の死のことを聞かせてくれ」。 兄はどういう風に死んだんだ春樹さんは、安スは苦しげに眉をひそめていった。自殺されたんだ。自殺どうして城之助はコクっと喉で音をさせて、どんな風に自殺したんだ大瀬川の、 いつもゆかれる兜岩のところから身を投げて死なれた。川へ身を投げて、兄が。過失で死んだと見せるためだったらしい。兜岩のところにビクが置いてあったし、死体の右手には釣りざおを握っていた。俺が見つけさえしなければ、おそらく。 過失で死んだことになっただろうと思う。底本が見つけたというのは全く偶然なんだ。手紙にも書いたと思うが、俺はよく春樹さんと釣りに行った。決まってかぶと岩のところなんだが、そのうち何度役へ勤めるようになって、一緒に行けなくなった。しばらく竿を持たなかったが、5月2日の日だ。 ちょっと非番が続くので、久しぶりに連れて行ってもらおうと思って尋ねた。するともう出かけられたという。おそらくいつもの場所だろうと見当をつけていくと、川の方へ降りて行く石段のところ、我々が水浴びに行った頃、帰りによく蜜をなめに登った古い松がある。あの松のところでふと下を覗いてみた。ちょうどその時なんだ。兜岩の上から、 さっと誰かが川の中へ飛び込んだ。片手に釣りざを持って着物を着たままの姿が白くさっとしぶきを上げて水の中に消える瞬間に春樹さんだということがわかった。城之助はかすかに身震いをした。まるでそのしぶきを浴びたかのようだった。俺は老媒して石段を駆け下りた。全く老媒していたんだ。 知っている通り、かぶと岩から川下は両岸が高い絶壁で、流れの強いせが十あまりも続いている。ヤスはこう続けた。下まで降りてからそう気がついた。それですぐ石段を駆け上がり、崖の上を走りに走って、堰の上から川へ降りた。あそこからは川幅も広くなり、流れも緩くなっている。 水も浅いから俺は川の中へ入っていった。だが見つからなかった。安まは霧岸の方まで遡ってみた。さらに川下の方も探した。しかしどうしても見つからないので、一旦兜岩のところへ引き返し、そこにあった遺品を持って北沢平五郎の屋敷へ駆けつけた。すぐに米村と阿部を呼び集め、 船を借りて四人だけで川筋を探した。死体は、兜岩から五六兆下がった淵の底から発見され、夜になるのを待って、密かに家へ運んだのである。安まはそこで口をつぐみ、深いため息をついてから、静かにこう言った。親族の方たちの相談で、病死という届けをし、いかなる事情があろうとも、 他言しないという約束をした。それはそれでいいのだが、俺の目には、あの瞬間の春樹さんの姿がはっきり残っている。岩の上からさっと飛び込んだ動作が。一体どうしてそんな死にようをされたのか、俺は随分思い悩んだ。そのうちに、ただ一つだけ記憶に浮かんだことがある。それはいつか、 一緒に釣りをしている時だったが、春樹さんが、俺にはまだ嫁をもらわないのかと言われた。俺は来年の春にもらう約束がありますと答えた。春樹さんはしばらく黙っていたが、ふと10回のような口ぶりで、こんなことを言われた。結婚というものは、心も体も違ったもの同士が一つになるのだから。 潔癖に考えすぎるとかえって失敗しやすい。むしろごく楽な単純な気持ちで世間一般の習慣だというくらいにやる方がいいようだ。もっとも世の中のことはすべてあまり真面目に思いすぎない方がいいらしいがね。こういうような言葉だった。思い出すとそれがいかにも意味ありげに思えてくる。 江戸で二人が話したとき、俺は今度の結婚に原因があるんじゃないかと言ったが、その想像がまたしつこく頭に浮かんできた。やっぱり問題はそこにある。見かけではわからないし、他にも理由はあるかもしれないが、直接の動機はそこにあるに違いない。俺はこう考えるようになったんだ。安スはそこでまた、 やや長く沈黙したそれから川の方へ振り返りすっかり暮れてしまった対岸の火を眺めながら独り言のようにこう低くつぶやいたこれは俺が言うべきことではないかもしれないが春樹さんの死の原因の一つがそこにあるとしてそれが遺書に書いてあったとすればその責任を感ずる人が それをひそかに破棄するということはありえないだろうか。丈之助はしまいまで黙っていた。兄が病死したと聞かされているうちは何か不自然で納得のゆかない気持ちだったが、安間の話から受けた打撃は強烈であった。自殺、しかも川へ身を投げて死ぬ。 それは過失を装うためだったかもしれないが、当時の武家の風としては承認し難いものである。どうしてそんな手段を選んでまで死ななければならなかったのか。彼は打ちのめされたもののように、数日の間今にこもって暗いため息ばかりついていた。丈之助はそれからしばしば大瀬川へ出かけた。 城下町から一里足らず山へ入ると、断崖の岩に段を作って下へ降りるところがある。そのあたりは川中に大きな岩がたくさんあり、崖沿いにも岩礁が続いていて、水は淵となり、背をなし、よどみを作るというように変化が多く、鮎やうぐいや鯉、ヤマメなどがよく採れる。城之助は少年の頃、 夏になると毎日のようにそこへ水浴びに行った。落ちるような流れの急な背に乗ってよどみへ滑り込むのが何とも言えず面白い。また、淵の皆そこへ潜って岩のくぼみに潜んでいるヤマメをつかむこともできる。よそから人に見られる恐れがないので、どんなに騒いでも叱られる心配がなかった。はるかな昔だ。 断崖の段々を降りて行きながら、丈之助は胸いっぱいに音楽を聴くような感動を覚えた。兜岩はその段を降りて川上へ二十間ほど行ったところにある。全体が八畳敷きの家くらいの大きさで、兜の鉢金にまびさしだけつけたような形をしている。丈之助はその上へ登って腰を下ろした。 水はすでに秋の色を潜めていた。向こうに迫っている断崖の中腹に、ところどころ小松が生えていて、それに絡んでいる鶴の中には、すでに赤く色づいたのが鮮やかに見えた。兄さん、丈之助は川の水に向かって、そっとこう呼びかけた。一体、どんなことがあったんですか どうしてそんな風に死んでおしまいになすったんですか絶え間なく水は流れていた。かなり強い流れの脈に揺られて、薄青く染まったような川底の石が、ゆらゆらと動くように透けて見える。城之助はそれを見つめているうちに、ふと一つの遠い出来事を思い出した。それは彼が十二歳。 兄が十四の年の初秋のことだ。もう肌寒い風が吹き始めていたが、兄と彼は二人きりで水浴びに行った。去ってしまう夏への名残という気持ちだったろうか、水は冷たかった。しばらく遊んでいるうちに、兄がヤマメをつかもうと言い出した。兄はそれまで見ているだけで、一度もやったことがなかった。 兄さんにつかめるかな難しいんだよ。つかめなくってさ、今まで隠していたんだ。わけないよ。どうだかね危ないね。そんな問答をしているうちに兄は飛び込んだ。そこは丈之助もたびたび潜ったことのある場所だった。深さは七八尺で、岩礁の根のところに穴があり。 よくその中にヤマメが尾ひれを休めている。上手なものは両手に一尾ずつつかむことも稀ではなかった。兄は水を蹴りながら潜っていった。上から見ていると、どうやら穴へ手を入れたようだ。つかんだかなと思ったが、なかなか上がってこない。白い二本の足がひらひらと動く。状態は岩に張りついていてよく見えないが、 少し長くかかりすぎるようだ。丈之助は不安になった。そのうちに二本の足は動かなくなり、ブクブクと水泡が浮いてきた。溺れたに違いない。丈之助は逆さになって飛び込んだ。五。兄は右手を岩穴へ差し込んだまま。 わずかにもがいていた。城之助はその手につかまって引っ張った。手は何かに使えるようで、どうしても出ない。そこで穴の中を探ってみると、兄の手は一尺もありそうな大きな魚をつかんでいた。つまりその魚をつかんでいる拳が穴にかえているのである。城之助は苦しくなってくる呼吸を我慢しながら、 兄の指を一本ずつ引き離し、ようやく魚を取り去るとともに、兄の腕を抱えて、みなもへ浮き上がった。それは今思い返しても、冷や汗の出るような時間であった。ほとんど失神している体を岩の上へ引き上げ、兄さん兄さんと泣きながら転がしたり叩いたりした。兄は間もなく、 りの水ををいて意識を取り戻したそしてきょうだいは裸のまま抱き合って泣いたり笑ったりした兄の方はそれで何事もなかったが丈之助はその夜から激しい下痢と高熱を患い20日余り寝てしまったのであるあの時の魚は随分大きかったねえ兄さんでもあれはうぐいだったよ いや、あれはヤマメさ。うぐいですさ。わたしにはちゃんとわかってましたからね。その後、よく二人でこんなことを言い合ったが、そういうときこっちを見る兄の目の、ふいにぬれてくるような色を、丈之助は忘れることができない。いつかまた、あのときのことを話して、一緒に笑おうと思ったのに。 城之助は水に向かってそう言った。あなたはそんな風に死んでおしまいなすった。今度は私の助力では役に立たなかったんですか。三十軒ほど上に球炭があって、そうそうと冴えた水音が両岸の絶壁に反響している。城之助はその音の中から 兄の声を聞き取ろうとでもするようにじっと目をつむって長いことそこに座っていた螺鈿の手文庫から遺書が抜き取られたという想像は片時も城之助の頭から去らなかった無駄だということを承知で母にもしずえにもそれとなく聞いてみたがもちろん答えは二べもないものであった彼は 兄の遺品の整理をしながら、どこかにそれがありはしないかと、多くの時間をかけて探した。しかし、それとおぼしいものは何も見つからない。丹念によく日記をつけていたようであるが、それさえも自分で始末したものか、一冊もなかった。九月に入ると、祝言の日取りの相談が始まった。 普通なら一周期が済んでからというところであるが、これは個人の意思でもあるし、すでに家督もしたことであるから、今年のうちには式を挙げるべきだ。こういうふうに相談は現実的になり出した。城之助は、まだ到底そういう気持ちにならないからと拒んだ。まだ半年にもならないのですから、私はもちろん、あの人にとっても早すぎると思います。 とにかく、もう少し待ってください。しかし、果実のご不況のこともあるからな。北沢のおじは、こういうことも言った。来春早々に殿は参勤のご出布をなさる。それまでには婚姻のお届けをして、家内の落ち着いたことをご承知願っておかなければならぬと思うが、いずれにしても、 まだ私にはその気持ちはございません。どうかお待ちを願います。城之助はそう言って押し通した。秋が深くなると、かぶと岩あたりの水はぐっと減ってきた。川上から流れてくる落ち葉も、ひところは黄色く赤く、ほとんど水の表を覆うようであったが、次第に鮮やかな色を失い、茶色に汚く縮れたのや、 虫食いの醜い葉ばかりになり、その数も日ごとに少なくなっていった。城之助は兜岩の上に腰を下ろして、時には丸半日も猛然と流れの上の落ち葉を眺め暮らすことがあった。痩せてゆく川水はいよいよ冷たく澄み通り、研いだような底石の上をついついと魚の走るのがよく見えた。 こうして、やがて冬が来た。十一月の声を聞くと間もなく、阿武津山にまず雪が降り、その白い部分が一日ごとに下へ下へと伸びてくる。山麓から里へかけて、みぞれの降る日が続き、朝になるとそれが凍りついた。そんなある日、大田の実母が急病だという知らせで、 しずえは実家へ出かけていった。折り返し使いが来て、病気は率中であり、いつ急変があるかわからない症状なので、今夜はこちらへ泊まるという断りがあった。それでは、あなたも行かなければね。母は彼の顔色をうかがうように言った。もう義理の母ということになるんですから、顔だけでも出さないと。 母上がいらしてください。私にはどうも周言を伸ばしてもいるし、具合が悪いですよ。お嫌ならそれでもいいけれど。母は無理強いもせず、静江の部屋から着替えなどを取り出して包み、聖兵を連れてみぞれの中を出ていった。城之助は、母が静江の部屋へ入ったとき、今までかつて考えてもみなかったことを、 ふと思いついた。それは、卑しくもあり、武家の人間としては、はずべき行いであった。しかし彼はいささかの躊躇もなく、そう決心をし、母が出て行って半時ほどすると、静江の部屋へ入っていった。ヤスがほのめかすまでもなく、遺書を取ったものがあるとすれば、まず彼女と見ていいだろう。そしてもし、それが事実で、 そうする必要があるほどの意味を持つものなら、あるいはすでに焼くか破棄するかしてしまったかもしれない。だが、探すだけは探してみようと思いついたのであった。タンスミサオ、長持ち、つづら、コダンス二サオ、いくつかの手箱、分台、鏡箱、針箱、串箱、す台、り箱。これらを辛抱強く見ていた。 夕食の後少し休み、十時に茶と菓子をつまんだきりで、ほんのはぎれのつまったような入れ物まで念入りに探ってみた。ごぼ大事の鐘が牛つを告げた時には、もう天井裏か畳の下以外には探すものはなくなっていた。城之助は力尽きた感じで部屋の真ん中に座り、ため息をつきながらぼんやりと周囲を眺め回した。 静えではなかったのだろうかそれとも、どうにか始末をしてしまったのだろうか四半時もそうしていたであろう。やがて彼は立ち上がり、取り出したままの手箱などを元のところへ戻し始めた。するとどうしたはずみか、ダンスの上にあった南京瑠りらしい壺が転げ落ち、彼の足元でくるくると回った。 おそらく彼女が兄からもらったものであろう。城之助は拾い上げて、小ダンスの上へ乗せようとしたが、ふと中に何かあるような感じなので、覗いてみると、どうやら封書のようなものが入っている。ドキッと胸が鳴った。すぐ暗読のそばへ行き、確かに封書らしいのを見て引き出した。封が切ってある。だが表には、 城之助殿とあり、裏には兄の名が書いてあった。ああ、やっぱり。城之助はあえぐようにこう言った。やっぱりそうだった。やっぱり取られていたんだ。この壺が落ちたのは兄上の導きだったかもしれない。彼はそれを懐にしまい、部屋の中をできるだけ元通りに片付けた。 今へ戻った丈之助は、ともしをかきたてて机に向かい、すぐにその遺書を読み始めた。火おけの火はすっかり消えていたし、寒気は鋭く、机に寄った丈之助は、しきりに動物類が出たけれども、彼は寒さも疲れも感じなかった。兄の遺書は、その思いがけない告白で彼をひっつかみ、ほとんど行き詰まらせたくらいであった。 すばやくむさぼるように一度終わりまで読み、それをまたはじめから読み直し、さらにもう一度、次のような章から繰り返して読んだ。こういう考え方が、お笑い草になるか厳粛に受け取るかは、人々の自由であります。ただ私には、そう考えるより他に仕方がなかったのです。 だが、こういうことも言えなくはありません。私がそれをもう少し遅く知ったら、つまり、あの人と私とが夫婦として結びついてしまっていたとしたら、それはさらに私の苦痛を大きくしたことでしょうが、全く別の手段を取らなければならなかったことでしょう。こう想像することは、今でも私をぞっとさせます。 そして、祝言の夜から始まった発熱を感謝せずにはいられません。あの人が、お前を思っていたということ、それもずっと早くから思い憧れていたということは、私が偶然に見つけた日記よりも正確に、あの人自身が表明していました。花嫁衣装を脱いだあの人は、 灰で作った人形のように見えたのです。姿形の衰えよりも心の消耗し尽くした人。少し誇張して言えば、形外だけの人という感じなのです。自分が夫になる立場だったからかもしれませんが、私はすぐに、これは尋常のことではないと感じました。おそらく、 その義義務があったために偶然見つけた日記を開く気になったのでしょう。そうしてそこに書いてあることを読み取った後、私が一体何を思ったか、お前にわかりますか言いましょう。それはカブト岩のところでヤマメをつかんだ時のこと、お前に危うく助けてもらったあの時のことでした。 あのヤマメは大きすぎた。しかしすぐに手を離してしまえば何でもなかった。私の病気が肝臓の癌腫だったということはまもなくお前も聞くでしょう。誰にも知らせてはないけれど、眼腫はもう腎臓へも移っているそうです。四月中旬にそういう診断を受けました。この病気は 治療の法もないし、今のうちは信仰もそろそろとしているが、やがて、おそらく最大限2年以内には、復興内全部にまん延して死ぬのが通例だということです。何のためにべんべんと待つことがありますか。手紙でも書いたように、私と死とは、ごく幼い頃からのなじみです。 かつては恐怖であったがあんまり睨み合っていたために慣れてしまいました。これから生きることは私にとっては徒労でありあの人にとっては苦痛を引き伸ばすだけです。無意味でもあり全く不必要な苦痛を。六人間は 一度しか生きることができない。どんな力をもってしてもやり直すことができないのです。人が人をこれほど深く思う。こんなに美しい厳粛なものはありません。その思いが叶えられないとしたら、叶えられないままに一生を終わるとしたら、私はお前に頼みます。 どうか素直な気持ちで、あの人の心と兄のたまものとを受けてください。兄の最後の願いを生かしてくれるように、信じ、かつ祈ります。終わりにもう一度断言しますが、私の掴んだあの魚は、確かにヤマメでしたよ。 手紙を巻き収めた丈之助は、両手で顔を覆って、ややしばらくむせびあげた。何を考えることもできなかった。不幸な兄、不幸な巡り合わせ、そういう他には、もうどんな考えを差し挟む余地もない。彼はただ、兄の前に抵当する気持ちで泣くだけだった。明る朝早く、 1> 母一人帰ってきた。大田の病人はひとまず落ち着いて急にどういうこともなさそうであるが、しずえだけはもう一日二日見取りをするということだった。その日の午後から雪になり、暮れ方にはかなり積もったが、宵いの八時頃にその雪の中をしずえが帰ってきた。病人はもう口を利くようになり、 医者もこの分なら案外早く回復するだろうと言っている。そんなことを母と話すのが聞こえた。十時過ぎて母が寝た後、ずえも部屋へ入ったが、何かしている様子で、いつまでもかすかに立ち居の気配がしていた。壺の中のものがないのに気づいたのかもしれない。丈之助はそっと立っていって、ふすまのこちらから、 低い声で読んだ。はい、まだ起きております。では、すまないが、私の部屋まで来てください。こう言って、丈之助は引き返した。日よけに墨を継ぎ終わって、やや長く待ってから、静江が来た。凍ったような表情で、唇の色まで白く見えた。 端に座ろうとするのを日よけのそばまで招き、努めて調子を和らげながら、兄の遺書をそこへ差し出した。これを知っていますね。しずえは罰を受けるように頷ういた。私がこれを探し出した理由は、言う必要がないでしょう。弁解もしません。しかし、 あなたがなぜこれを隠したか、聞きたいと思います。彼はこう言って、じっと相手を見つめた。正直に言ってください。なぜです。膝の上に置いた両手の指が、痛ましいほどわなわなと震えている。その指を必死と握り合わせ、低くうなだれたまま、静江は長いこと黙っていた。 城之助は辛抱強く待った。油が少なくなったのだろうあんの火がチラチラ瞬き蒼白な静恵の方がかすかに揺れるように見えた春樹様が私にお触れなさいませんのに気がつきました時静恵はおののく声でこう口をき 私が秘めてきたことをお知りなすったのではないかと存じました。けれど、病弱だからとお断りなさるのも、お信じ申さずにはいられなかったのです。あのようにしてお亡くなり遊ばしたとき、私、夢中でお手文庫を開けてみました。いつか春樹様が、その中へ文のようなものをお入れなさるのを、つい拝見したことがございましたから。 そしてご遺言を読ませていただきました。やっぱりあの時思ったとおりでした。静江は肩を震わせておえつした。もみしだく手の上へ音を立てんばかりに涙がこぼれた。私がどんな気持ちになったかおわかりくださいますでしょうか。私。 その場で自害をしようと存じました。でもすぐに、そうしてはならぬことに気づきました。春樹様が、あのようにお亡くなりなすった後で、私がまた自害しては、ご加盟に傷がつかずにはいませんから。そればかりでなく、この罪を償わずに死ぬことは、罪を重ねることだと存じました。 生きていなければならない、生きて罪の償いをしなければ、私、ご遺言通りに生きようと思いました。そして、それには、私の秘めていたものを、あなたに知られてはならないと思ったのでございます。どうしてですどうしてそれを私に知られてはいけないのです こんな気持ちは、と静江はおえつをこらえながら言った。こんな気持ちは、殿方にはおわかりにならないでしょうか。私がお死いしていたということを、あなたに知られて結婚しては、あまりに春樹様へ申し訳がない。何もお知らせせずに、帰って嫌っていただくようにしなければ。 罪の償いにはならないと存じたのでございます。城之助はそっとうなずいた。おぼろげではあるがわからなくはない。それで衣書を隠したのか。かわいそうに、この人もそのように苦しんだのだ。じじじっと油皿の鳴る音がして、ついに暗鈍の火がはたと消えた。 部屋は一瞬真っ暗になったが、やがてほのかに薄明かりのように光が浮き出してきた。窓の障子がいっぱいの雪明かりだった。素直な気持ちで受け入れてくれ。丈之助は思いを込めた声で言った。兄はこう書いていますね。ありがたく受けましょう。 素直な気持ちで兄のたまものを二人で素直に受けましょうそうしてもよろしいでしょうかそれが兄の何よりの冥福になる静江手をおかし城之助は静江の両手を取った 握り合わされた二人の手を雪明かりがほのかに映し出していた。